皆さんこんにちは、本日はパターストロークですね。パターストロークを安定させる、またストレートに動かす練習ドリルをご紹介していきます。どうしてもバックスイングをしていく際にヘッドが揺れてしまったり、どうしてもインサイドに入っているな、どうしてもアウトサイドに引いているなっていう方、多いと思います。今回はこのストロークをストレートに動かすための練習ドリルです。実際にパターは持ちません。今回ご用意していただきたいのは携帯電話です。このような携帯電話でなくても普通の携帯、折りたたみの携帯でも大丈夫です。このようにこの携帯電話を両サイドから持ってください。このように手のひらを開いた状態で同じポジションにこの携帯電話を両方から挟んで持ちます。ここの動きがストレートになっているかどうか確認をします。手の強さが強いとこのように動いてしまうし、またインサイドに引いてしまう方はこういう動きになってしまいます。イントゥインの方はこういう動きになってしまいます。なるべく2メートルぐらいのパター、ショートパットをするイメージでこのような動きを意識をしていきます。これを実際に自分の胸のラインでまっすぐ動いているかなっていうのを確認しながらアドレスを作って、ここでこの携帯電話がまっすぐ動くかどうかチェックしてください。ちょっと映像では分かりにくいんですが、まっすぐ動いているとこの1本ラインにこの携帯電話がこのように1本の線を引いて動いていきます。これがこう動いたりこのようになってしまわないように意識をして、パターを持たずにストロークの練習をしていきます。はい、これはですね、実際にやってみると自分がどのように普段動かしているのかなっていうのに気がつくことができます。手先を使っている方、非常に難しい動きになります。手先を使わないように肩のストロークで練習をしてみてください。そうすると意外にまっすぐスムーズに動くなっていうのを感じていただけると思います。ぜひ一度皆さん試してみてください。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。